はい、ボックルです。メタラーのボックルです。今日ご紹介したいのは日本のベビーメタルバンド。ラブバイツです。ラブバイツは女性のバンドです。ヘビーメタルというとザクザクした音を想像すると思われますが、ディストーションのかかったザクザクしたような音ではなくて、比較的クリーンな音です。大体タイプとしては、ドイツのハロウィーンのようなメロディアスな、それでいてスピーディーな、わかりやすい音楽をやっています。メンバーは、ボーカル、ハイトーンボーカルのアサミ、ツインリードギターで緑とミヤコ、ベースにミホ、ドラムにハルナ、ハルピーと言われてますが、の5人組のバンドです。こちらがファーストアルバムです。Awaking from Abyss。2曲目の The Hammer of Glass でもう完璧にやられましたね。ハルピーのドカドカドラマはすごいテクニカルで、2人のツインリードも素晴らしいギターで、ミヤコはピアノも弾くんですね。続いて2枚目が、クロックワーク・インモータリティ。3曲目のライディングがシングルカットされてます。ライブで MOD が結構ファストな曲で盛り上がってますね。で、最新作。去年ですけど3枚目。エレクトリック・ベンタグラム。これはいきなり雷の音からサンダー・ベンジェンスが始まり、ホーリー・ウォー。素晴らしい流れです。最後のスワンソングにはピアノが流れて、そこからオープニングに流れていきます。ラブバイツは結成してからまだ4年目の新しいバンドですが、1年に1作ずつ作っていて、現在3月にミニアルバムを出す予定です。今紹介した3枚のアルバムに、ライブビデオ、DVD、ブルーレイとミニアルバム1枚が発売されています。スピーディーでクリーンなサウンドで、ハイドンボーカルを希望されている方は、こちらのバンドをおすすめします。私も去年からなんですが、しばらく毎日のように聞いてました。ぜひ応援していきたいと思っています。ライブは残念ながら今年の1月に予定されていたんですが、東京公演、大阪公演は無期延期になってます。ぜひ行ってみたいと思ってますが、いつ再開されるか分かりません。でも楽しみです。はい、1枚目は The Awakening、2曲目が The Hammer of Brass、3曲目が Warning Shot、4曲目 Shadow Maker、5 Screaming For Me、6曲目 Liar、7曲目 Burden of Time、8曲目、ジ・アポリカ、アポ、アポリプス。9曲目、インスパイア。10曲目、ドント・バイト・ザ・ダスト。11曲目、エッジ・オブ・ザ・ワールド。12曲目、ブレイブ・ハーティット。2枚目、アディクティット。1曲目ですね。2曲目、フレッジ・オブ・ザ・サバイバー。
3曲目ライジング、4曲目エンプティーデイドリーム、5曲目マスターマインド01、6曲目 MDO、 7曲目ジャーニートゥーザーアナザーサイド、8曲目ザファイナルコリジョン、9曲目ウィザーユナイテッド、10曲目エピローグ、3枚目1曲目サンダーベンジェンス、2曲目ホーリーウォー、3曲目ゴールデンデスティネーション、4曲目レイズサムヘル、5曲目Today is the day、 6曲目 When Destinies Align、 7曲目 A Frozen Serenade、 8曲目 Dancing with the Devil、 9曲目 Signs of the of Delivery, Deliverance、 10曲目 Set the World of Fire、 Set the World on Fire、 11曲目 The Unbroken、12曲目スワンソングです。曲紹介というよりも、曲名を言ってみたんですが、分かるように全部歌詞が英語です。英語で歌詞が書けるってすごいですね。ですからデビューしてすぐにですね、海外に進出していったんですね。海外でも非常に盛り上がったようです。またコロナ騒ぎが収まったら海外進出していきたいという感じではないでしょうか。世界的なバンドになってくると思います。私も楽しみです。短いですが以上でバンドの紹介を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。さようなら。